達也です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ファミリーマートから9月8日に発売されたさつまオレ、これをですねちょっとレビューしたいと思っております。はい、実はこれですね、2020年の2月4日に一度販売されてます。実はその時にも飲んだことあるんですけども、今回、9月8日ですね、また再販ということで、若干パッケージが変わったんですけども、果たしてお味の方はどうなんでしょうか。ちょっとね、食レポじゃないんですけども、ちょっと一度飲んで味を確かめたいと思っています。最後までよろしくお願いします。はい、まずね、いただく前にさつまオレのね、栄養成分表示を見ていきたいと思ってます。はい、エネルギーですね、1本あたり 240ml なんですけども、エネルギーが 190カロリー、タンパク質が 3.4g、 脂質が 4.5g、 炭水化物が 33.9g、 食塩相当量が 0.4g となっています。はい、一応ですね、誘引量ということでパーセントここに書いてあります。またねちょっと別途記載したいと思ってます。はい、ではですね、ちょっと早速ですけど飲んでいきたいと思ってます。うん、めっちゃ芋です。肝心な味わいは結構甘みが強めに感じます。ただね、焼き芋のような香ばしいスイートポテトのようなクリーミーさもありますね。実際ね、これ今回はこのまま飲んでるんですけど、中身はですね実は真っ白なんです。なぜかっていうとですね、隠し味にホワイト生チョコレートが使われているんですね。まあ好き嫌いがあるかもしれませんが、俺的にはなんかデザートとしてはいけるんとちゃうかなって思っています。まあ甘いのでね、スイーツを欲しがってる時に飲むのが良いのかもしれません。ぜひファミリーマートでさつまオレ限定発売なんで、一度よかったら飲んでみてください。